パンテレリアは、イタリア共和国シチリア州、トラーパニ県にある、人口約7700人の基礎自治体。シチリア島とアフリカ大陸との間にある、火山島パンテレリア島から構成される。シチリア西南沖の島パンテレリア島は、シチリア島からは南西に約1 0 0キロメートルアフリカ大陸からは東へ約7 0キロメートル離れた場所にある、火山島である。 シチリア州に属する離島では最大の面積を持つ。その形状はほぼ楕円型で、パンテレリアの中心集落は島の西北部に位置する。パンテレリアは、ボンミサキ半島のナブールから東北島へ約1 1 6キロメートル県とトラーパニから、東南島へ約1 4 2キロメートルアグリジェントから、 西南西へ1 5 5トル、イタリア最南端の島であるランペトゥーザ島からは、東北東へ約1 5 7キロメートル、チュニジアの首都チュニスから東へ約1 5 8キロメートル、マルタ共和国の首都バレッタからは北西へ約2 5 2トルの距離にある。火山島でクレーターと温泉がある。土壌は越えているが、河川がなく地下水も乏しい。 北アフリカ沿岸へ約70キロしか離れておらず、年間を通して、白ッコが吹きつける。この強風のため島に育つ樹木はまっすぐ生えず、風に逆らえずに、横向きとなる。主な産業は観光業である。パンテレリアは、ぶどう栽培、ワイン生産地としても知られる。DOC ワイン、パンテレリアの名は、原産地名称保護制度の対象となっている。 D.O.C. ワインとして、パッシートディ・パンテレリアや、モスカートディ・パンテレリアなどがあり、当地では、ジビッポと呼ばれる、マスカット・オブ・アレキサンドリアから作られている。無形文化遺産、パンテレリアにおける、伝統的なドウ栽培の方法とそれをめぐる、農業、文化、地域社会のあり方は、2014年に、国際連合教育科学文化機関の無形文化遺産に登録されている。 登録名義は、トラディショナルアグリカルチュラルプラクティスオブカルタベイティングザ、ビートアドアルバーロオブザコミュニティオブポンテイレリア。アルベレロは、ブドウの木の枝の仕立て方の一つで、南イタリアを中心に行われている。ブドウの枝は6つの放射状の形になるよう、仕立てられて適切に管理され、ブドウは手作業で収穫される。ユネスコによれば、 パンテレリアではおよそ5000人ほどの住人が、事故の所有地でこうしたブドウの栽培を行っており、技術と習慣を何世代も受け継いできた。これは、持続可能な農業のあり方であるとともに、収穫期、収穫後の儀礼や祝祭を通じて、地域社会が習慣を共有しており、アルベレロでブドウを育てることを受け継ぐことが、村の人々のアイデンティティとなっている、とされる。 トラーパニとの間に定期フェリーが運行されている。島にはパンテレリア空港がある。ありがとうございます。